皆さんこんにちは、ワルキューレ。はい、ムグルマ都役の日枝ねねです。バタライスマカ役の菊池さやかです。はい、世界観設定交渉している鈴木孝明です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はですね、テレビアニメ戦翼のシグルドリーバーの舞台となっている立山航空基地にやってきました。風がちょっとすごいですけどもう本当に、今回の企画なんですけれども、第1話で私が演じている都がクラウを案内していたようにリアル立山基地をね、見学していこうということになっております。これはね、非常に貴重な機会なので。そうですね、はい、楽しみです、はい、楽しみ。今日は設定交渉の鈴木さんが一緒なので、はい、アニメのこととか基地のこといろいろ教えてください。はい、わかりました。お任せください。心強い。まずはね、この門にかかっているちょっと、ね、看板を皆さん見ていただきたい、うん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 、すごいこれかっこよくないですか。第21航空軍から、システム、KM と3つ4つこうね、使ってちょっと割れちゃってますけどなんですね、もう歴史がある感じで、すごい、ですね。この基地自体がもう1930年からあるんで、もうひょっとするとこの辺のどっかもその昔のが残ってるのかもなんていうのは。看板はもちろん新しいですけど、そんな感じでありますね、はい。じゃあね、そろそろ基地の中に早速入っていきたいと思います、はい、レッツゴー、行ってきます。はい、というわけでやってきました。ここはですね、第1話で都とクラウが歩いていたあたりになりますね。鈴木さんどうされたんですか。すごい指をさしてました。背中始まるということで、はい、背中見せなかったんですね、はいはい、そうです、大事なものなんで背中見ていただいてという立山なんで、はい、この塔はね、見覚えがありますよ ね、はい、国旗掲揚塔で、で、その下にギャラルホルンがあって、まあ、ギャラルホルンは何かっていうのは実は小説版読んでいただくと分かるんですけど、実はすごくクラウにとっては悲しいもの、思い出があるものなんですけれど、そこが、それがあそこに置いてあるっていう感じですね、なんか、ね、今日は天気がこんな天気で、なかなか、はい、実は一回前にも予定があったんですけど、その時も台風 で、延期になって、今日もまた台風がちょっとね、お二人どちらか台風に好かれてませんか。もしかしたら二人とも好かれてるぐらい、説ありますね。なんか台風がお二人を見に来てるという説がありますよね。見守っていただいてる、はい、あとはその辺にヤシの木があるんですけど、なんか思ってたよりもいいなっていう、可愛いより低いです。可愛いんですけど、2サイズ、身長が前来た時はもっと大きいのがあったような気がしたんですけどね。そうなんですね、どうしちゃったんだろう、なんか小っちゃくなっちゃって、やっぱりそういうのがあったんじゃないかなと思いますね、はい。そしてこちらにある建物が、はい、これが本部庁舎です。とてもみんな見慣れたやつじゃないでしょうか。見慣れています、これは、はい。里見が、あれですね、クラウが里見があのシーンですね、はい、そうです、足から入るシーン、はい、ひどいカットですよね。足の毛が登場で、やたらああいうところに気合が入ってる作品でしたけれど印象残りますから、やっぱり、そうですね、登場シーンとしては、はい、そろそろ、というわけでね、じゃあちょっとそろそろ中の方に入っていきたいと思います。はい、行きましょう、はい、レッツゴー。失礼します。わ、ここめちゃくちゃ見覚えがあります。見たことある、はい、アニメ内でめちゃくちゃ見ました、ここ。そうですね、うん、とても見た場所ですけれど、はい、はい、こちらは本部庁舎内にある御庁室になります。はい、で鈴木さん、この部屋は、はい、もうこれはですね、第1話でクラウが着任の挨拶をした里見の部屋のモデルとなったところです。そうですよね、はい、もうこんな感じで都がこう、はい、じゃんけんで勝った私ってちょきちょきちょきやって入ってきたところです。そうですね、はい、そういうところでですね、まあ本当にここをモデルとして、大体、やらさせていただきましたけれど、はい、で実は、突然ですがここで問題です。問題、はい、ですね、里見が、まあ、いきなり足のシーンから始まったこういう傾向なんですけれど、はい、あの時里見が使っていた爪切りのモチーフは何かということでですね、爪切りのモチーフ、はい、まずやっぱりここ航空隊ということで、はいはい、飛行機というね、で次、2番、ボーリングのピン、
モーニングのピン3番、ね、立山といえばイルカのマークということですね。イルカ、それのどれが、覚えてる？全然覚えてない私も選んだ。モチーフなんてあったのかな、ね、なんかヒントとか。ヒントはね、そのやっぱりこう基地っぽいものかなと。基地っぽい、でも飛行機とかイルカは結構やっぱり関連性がある感じがするけど、ねえ、立山といえばイルカなのかなとかって思いつつ、じゃあさあどうぞ。せーので答えてみる、はい、せーの、イルカ。まあ、という当然引っ掛け問題ということですね。正解は、ボーリングのピンでした。ボーリングのピン、はい、なんでですか。これはまああれですね、ボーリングって割と各国、基地にですねボーリング場を作るんで、そういうのもあって、ここの基地にはないんですけれど、そういう関係があって、実はそういう基地とボーリング場っていうのは切っても切れない仲があって、娯楽として、そうですね、ひょっとしたら単に里見がボーリング好きなだけかもしれないですけれど趣味、はい、そういうのがあったりして。そうなんですね、はい、わー、飛行機とイルカで ね絶対どっちかだと思ったのに、はい、当然ながらそんな優しい問題ではなかったというか、変えていかないといけないっていう、はい、そうですね、これで知識がね一つ増えましたから、はい、無駄な知識が、いや全然ないから、絶対はい、はい、ということでここら辺ではじゃあねちょっとお邪魔しましたということで、はい、次のところに行ってみたいと思います。レッツゴー、行きましょう。失礼しました。失礼しました。はい、というわけで格納庫にやってきました。めっちゃ広い、すごい大きい、大きい、大きい、めちゃくちゃテンション上がります。広い格納庫ですね、はい、で、まあここはアニメの方だと、英霊機、宮古たちの英霊機が入ってて、整備の人たちが働いてて、はい、であとは F-15 が あるところですけど、実際はですね SU-60J とか、うんうん、SU-60K とか、それから、UH-60 といった、ヘリコプターが、この基地には、おります。ではここでまたクイズを出させていただきますけれど、はい、あちらにある、はい、ヘリコプターなんですけど、はい、あちらですね、救難ヘリなんですけれど、まあ離島とかですね、そういうところで、急患が出たとかですね、災害があったとかっていう時にすぐ出動できるようにあそこで、待機している状態なんですね、はい、なんですけれど、これが実際そういう連絡があってからですね、出動するまでにどれぐらいの時間がかかるかというのが、今回の問題なんですけど、例えば普通 の旅客機とかって、はい、空港に着いてからいろいろ結構やったりしてちょっと時間かかるじゃないですか、はい、だからなかなかね簡単には飛べないんですけれど、それがどれぐらいかかるかというところで、どうなんだろう。でもいろいろもろもろの準備を含めると、ね、乗って出発っていうわけにはいかない、ね、そうですね、エンジンかけてるわけでもないですから ね車なんかもね、やっぱりちょっとエンジンかけて暖気してとかあったりするわけですから。じゃちょっとそれぞれ、じゃこれは答え、はい、はい、どうぞ。じゃあ30分、はい、じゃあ15分ぐらいで、いきなりこうついてきますね。おとりですか。15分でっていうかね、やっぱりね、普通それだけゆっくりっていうかあれなんですよね、本当はもっとかかるのをやっぱりああやって待機してすぐ出れるようにってことで、15分というわずかな時間で出動できるように待機してるんですよ。15分だったらいいなと思ってみたらまさかの正解っていう、ね、嬉しいです。はい、なんと実際にヘリに乗っている航空士さんとヘリを整備している整備員さんから直接お話をお聞きできるということで、早速行ってみたいと思います。ということで、はい、操縦士の持原さんと整備員の石原さんになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、ルキューレ。こんにちは、ルキューレ。はい、ではね、早速お話を伺っていきたいんですけれども、はい、ちょっとね、いろいろ気になることがありますね。あるよね、うん、
じゃあまずはどうしよう、普段お二人はどんなことをされているんですか？はい、私はさまざまな任務に対応するために、うん、まあ、このヘリコプターに乗り込んでさまざまな任務をするんですけれども、まあ、その任務をする前にまずは訓練を積んでいって、まあ、しっかりと準備等をしていって任務に臨むというところ、そういった仕事をしております。私は整備員として、常に、航空機、稼働できる航空機を確保するために整備や点検を行っております。なんか大変なこととかってそれぞれありますか？やはり今日も少し天候が悪いんですけれども、まあ、見えづらい、雨で見えづらかったりですとか、あとはまあ夜暗かったりですとか、まあ、そういったところで仕事をするっていうのは結構困難なところかなと思ってます。まあ、一方で民間のヘリコプターが飛べない時でも、自衛隊のヘリが最後の砦となって、まあ、日本を守るというところがありますので、はい、まあ、そういった困難な状況でも訓練や任務をしていくというところが、まあ、大きな仕事の一つなのかなというところは感じております。かっこいい。石原さんは？はい、日本なので当然四季があると思うんですけど、やはり格納庫の中、ヘリコプターの中、非常に寒くなったり暑くなったり、そういった天候に大きく左右されて、とても過酷な環境での整備になったりで、自分女性ですので、すごいネジを回すのが硬かったりとか、いろいろあるんですけれども、まあ、日本を守るために常に稼働できる機械を確保するため、またパイロットや航空士の方が安全に、また安心して乗れるような整備作業をするように止めてます。じゃあですね、今日みたいな天気の時でも出動があるかもしれないというものですね。じゃあ逆に楽しいこととかやりがいみたいなのっていうのは何ですか？やはり私はヘリコプターに乗りたいという気持ちを持って自衛隊に入隊いたしましたので、はい、まあ、特に館山は天気がいい日が多いですので、まあ、後ろに富士山を見ながら空を飛んで、いろいろ訓練をやれていた、そういったところは非常に魅力的なところの一つだと思います。はい、私は日々やっぱり安全に航空機が飛んでるのを見ると、あ、自分が整備したんだなっていうふうに改めて思います。そこがとてもやりがい感じるところです。素敵な感じますね。すごい。館山基地ってどんな印象ですか？気になります。館山基地は、まあ操縦士の目線でいきますと、やはり先ほど申し上げましたが、天候が非常に恵まれているというような基地である一方で、冬場は特に風が強くなったりしますので、まあ、そういった風に対する、配慮を持ちつつヘリコプターを運航するというところでは非常にいい訓練環境なのかなと思っております。あとは館山の住民の方々も非常に自衛隊に協力的といいますか、協力的ですので、普通に通常家族と帯同で来たりして転勤する、人にとっては、まあ、非常に住みやすいところなのかなというところで感じております。忙しくて、まあ、大変なところあるんですけど、でもやはりそこがやっぱ館山らしいな。他の基地の話を聞いても、あ、自分館山基地に来てよかったなっていうふうにはとても思います。なんか先ほどちょっとお話伺った時にシブルリの1話を見てくださったそうなんですけれども、ありがとうございます。いかがでしたか、館山が舞台になっていて。アニメはそんなに見る方ではないんですけど、自衛隊基地をそのモチーフとしたっていうところにちょっと興味がありまして、でちょっと拝見させていただいたんですけども、まあ、今後なんかいろいろ登場人物の過去が分かったりですとか、はい、まあ、そういったところがあるということで、今後楽しみに拝見させていただきたいと思います。ありがとうございます。嬉しい。はい、実際自分が働いてるところが本当に舞台になってるんだなっていうか、はい、アニメの背景とかもすごい綺麗に描かれていて、あ、すごいな、本当に館山基地をメインモデルにしてるんだなって実感しながら拝見させていただきました。ありがとうございます。リアルですもんね、本当に色々回って、あ、ここアニメに出てきたなみたいな、そのまんまですよね。私たちも初めてここに来て、これ見たことあるんだけどばっかりで、本当にもう興奮したけどみたいな。普段勤めてる方なんか多分余計にあ、ここ見たことあるっていう感じだと思うんですけど、大変度がすごいなって思いました。というわけで本当に色々勉強になりました。道原さん、石原さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。てわけで気を取り直して食堂の食堂になります。はい、食堂見た目がね、アニメと同じです。全くまんまですね。あ、でも看板の感じが木ですね。後ろは木です。あ、なるほど。そうですね、はい、補強されている、補強されていますね。そうなんですよ。
実はここ帽子掛けがあって、うん、皆さんここで、あの帽子を掛けて中に入るんですね。なるほど、1話ではここで今警戒態勢中だよって言って扉閉まってましたけど、はい、じゃあ今日はそうですね、じゃあ実際に今回はね、中で特別にカレーを喫食できることになっております。食べられるんですか？はい、うわやったというわけでですね、ちょっと行ってみましょうか。行きましょう、行きましょう、よーし、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。これはアニメを再現するいいチャンスなのでは、はい、どうぞ。で、あれ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 、今は警戒態勢中だよ。おということで、ということでですね、いいですね、なんかアフレコ現場なんかだったみたいで。ということでですね、ここでまたクイズがありまして、はい、1話で登場したカレーの隠し味に何かが入ってたんですけど、これ覚えてます、覚えてますよ、超覚えてます。これはよく、まあじゃあですね、まず1番、よくあの自衛隊の方々はコーヒー牛乳とかコーヒーを入れるんですね。で1はコーヒー、2は、ビアジャム、3は、まろやかさとかを出すのによく使うヨーグルト、ということで、これはもう楽勝ですか？セリフでも言いましたから、はい、覚えてますよ。じゃあせーので、はい、せーの、ビワジャム。はい、正解です。いやこれは間違いません、間違いません、そうですね、印象的でした、このやっぱり房総半島ってあのビワ有名なんで、このビワジャムを入れるということになっております。ということでですね、じゃあ、 別なところになりますが、実際に食べに参りましょうか。はい、行きましょう、行きましょう。はい、はい、というわけで、立山基地名物の縦空気カレーです。はい、見てください、めちゃくちゃ豪華、すごい豪華ですよね。本当に私も実は何回か食べさせていただいたことあるんですけれど、はい、このフルセットは初めてです。おわ贅沢ですね、嬉しい。はい、これはもう食べちゃっていいんですかね。はい、どうぞ。じゃあ行きますよ、はい、それでは、はい、いただきます。いただきます。外側からというもうちょっとびっくりの、ね、カレーから、最初からメインのカレーでいっちゃいましょう、ね、ルーをちょっと、じゃあ、しょ、わー美味しそう。香りがめちゃくちゃいいんですよ、そもそももうここに入った途端に美味しそうな匂いがする。うん、いかがですか？おいしい、おいしいです、めっちゃおいしいです。おいしい。え、でもこれにビワジャムが入ってるんですよね。ですかね、やっぱりビワ、ビワが、そんなになんか今のところね、そのビワがビワって感じはしないですけど、すごいこうまろやかな感じですよね、すごいまろやかい、でもちょっとコクもあって、おいしい。あとあれですよね、具材がしっかり入ってて、入ってます、ね、ゴロゴロとジャガイモとか、すごい優しいですね、口当たりが本当に、ね、すごく、うん、やっぱりあの最近の自衛隊の食事ってあの、はい、すごいカロリーとか健康に気使ってるんで、うん、多分これもそういうとこがあるのかな。そうなんですね、すごいバランスが、はい、だってこのサイドもすごい結構お野菜もしっかりあるし、お肉もあるしですね、卵もあるし、ね、めちゃくちゃバランスが考えられている感じがします。もともとあれですね、あの、まあ、旧軍だった頃からカレーってものがあの入るようになったんですけれど、あの休日の前の日にカレーを作るっていうのが最初にあったんですよ。というのは一つにはあのカレーっていろんな具材使えるじゃないですか、はい、そうすると余ってる材料とかを休みの時に使えなくなると困るので、それをみんなこう使ってあの休日の前にやってると、あのそれがこう、ね、定番化していって、休日の前の日はカレーみたいなので曜日感覚ができていくようになる。そうなんです ね、だから昔はあれだったんですよね、土曜がカレーの日だったのが、うん、あの週休2日になって金曜がカレーになるようになったんです。そういうことか、確かに金曜カレーって聞いたことがあります、はい、うん、でも金曜カレーになったのは実は割と最近で、土曜カレーの方が長いんじゃないかな、まあ、あのせっかくなんでどんどん食べていただいて、はい、はい、ね、うん、本当に美味しい、うん、はい、皆様よく見たことのある、はい、完成塔です。めちゃくちゃ見覚えのある、ここもねアニメで思い切り見ましたね。そうですね、うんうん、じゃあここに皆さん登ってみましょう。おお、はい、はい、行きます、行きましょう、行きましょう、レッツゴー、はい、これが1212頑張るぞすごい、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 
い。これは見渡せますわね。確かに。この辺りの中で水上飛行艇が格納庫があるのはこのタワーの裏です。裏に、はい、私の川の、うんうんうん、川を滑走してで、あ、そのかちゃんの方が多分。オフモの機体はその辺から出てたんですよね、そこを走って行きます。はい、ここ行ってくのか。ここ行く。あ、ちっちゃく、ムール上にいる。あ、ほんとだ、あれだ、あれが立山城。あれが立山城。なるほど、作中でも出てきますもんね。ここで里美が、あれですよね、うんうん、前にオペレーターさんに娘がいながら、あれこれやって、で、滑走路こういう風な形なんですけど、実際はあそこで終わってるんですけど、作中ではあの先、海のずっと、うん、3000メートル級滑走路に伸びています。はあ、はい、すごい、やっぱ眺めがすごい、そうですね、よく見える、本当に発展できますね、これは、すごい、で、あそことそこがもともと島だったんですけれど、あっちの島なんかのところにビーチがあるんですよ。もう後の方の話数で出てくるあの島です。なるほど、はい、そうです。そこを楽しみに。そうですね、はい、というような形に、なってます。関連子と統一事項そうですね、書いてある、こうやってすごい簡潔に大事です。パニックルテンパルなどの状態で一回書いて一旦席から外し回復をリトライさせる。なるほど。この管制官というのは国土交通省の管制官と同じ資格を我々は取得します。ですので自衛官としては非常にレアなケースですけども、国土交通省の管制官と同じような資格を取りますので、やはりOJT は厳しく、その代わりオンとオフを切り替えるため の教える側の心得というのは常に持ってないといけないというところで、こういうふうに示させていただきます。本当に全部ちゃんとある。そうですね、すごい。雲が2本線になっているところの間にポツンと今、はい、入ってきてます。四角い地上のと横の柱のちょうど真ん中ぐらいの真上ですね。あ、ありますね、いました、はい、今から降りてきます、着陸します。わー、すごい見えます、今。おー、到着。すごいすごいすごい、風圧で、ね、すごい、わーってなってる、水がすごい、あー、すごい、かっこいい、こうわーってなってる、見たことある。ヘリコプターのあの風ってすごい強いらしいよ、ね、は、葉っぱもめちゃくちゃ伸びてね、すごい。というわけでね、はい、私たち階段をこういっぱい登って、頑張って登ってきましたけれども、すごいいい眺めに、ここをすごいもう見渡す限り360度めちゃくちゃいい眺めを見ることができます。いっぱいお話も聞きました。いや、本当にいろいろお話聞きました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。すごい、すごい見てる、すごい見てる、見てる。はい、はい、というわけでお疲れ様でした。いや、いろいろ見て回りましたね、はい、本当に初めて入ったところだったので、すごい興奮しました。ここで生活してるんじゃないですか、皆さん。そうなんです、クラウや美和子たちはここで生活してるんで、はい、実際に見るとね、またより一層作品を楽しめると思います、はい、バスに乗ればね、基地まですぐ着いちゃいますので、ぜひぜひ、はいです。というわけで、それではこの辺でテレビアニメ戦翼のシグルドリーバー本編でお会いしましょう。バイバイキューレー。